今回は、アジアンリアリスティック SD ライフを使って、AI 美女を生成する方法について解説します。ぜひ、最後までご覧ください。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、Google コラボで c o n f i UI を動作させていきます。なお、OpenArt と Google コラボへのリンク、および、 コンフィ UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中からファイルを選択して、 ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。 ハードウェアアクセラレーターは T4GPU を選択します。T4GPU は無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合はリソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。 これで Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したらインストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。 そして、再生ボタンを押します。これで、貼り付けたテキストの内容が実行されます。この処理には、5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に、設定ファイルを読み込みます。この解説では、 あらかじめ conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある workflow.json と書かれているファイルを c o n f i u i の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。それでは早速画像を生成していきましょう。q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。これで画像の生成処理が開始されます。生成処理の状況は ブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが現在実行されている処理です。処理が完了すると囲んでいる緑色の表示が移動します。生成される画像は一番右側のブロックに表示されます。しばらく待っていると生成された画像が表示されます。生成された画像をパソコンに保存するためには画像の部分を右クリックします。 そして、表示されたメニューの中から、セーブイメージを選択します。これで、生成された画像がダウンロードされます。それでは次に、別の設定で画像を生成してみましょう。先ほど回答した ZIP ファイルの中に、パターン 01.json があります。このファイルを configui の画面にドラッグドロップします。これで、パターン 01.json の設定ファイルが読み込まれます。 この設定ファイルが読み込まれたら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。画像の生成が開始されるので、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。それでは続けて、さらに別の画像も生成してみましょう。今度は、パターン 02.json と書かれているファイルをドラッグドロップします。設定ファイルが読み込まれたら、Q プロンプト、 と書かれているボタンをクリックします。画像の生成が開始されるので、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。それでは次に、3つ目のパターンを確認してみましょう。パターン 03.json と書かれているファイルをドラッグドロップします。設定ファイルが読み込まれたら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。 画像の生成が開始されるので、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。このように、アジアンリアリスティック SD ライフを利用すると、簡単に AI ビジョを生成することができます。ぜひ、お試しください。それではまた、別の動画で。